こんにちは、東京ジャングルプロデューサーの山田です。ディレクターのクリスピースの片岡です。今日は東京ジャングルをプレイしていただくためにサイバーコネクト2の松山さんをお伺いしに来ました。それでは早速行ってみましょう。ということで松山宏さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、完全にようこそ。なんかこんな機材完成してますけど、うちの会社じゃないみたいになってますけどね。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ですけども、ゲームの方をプレイしていただきましょうか。どっからやろう。今回は、うん、まあ、サバイバルモードとストーリーモードっていうのが2つの大きなモードがあるんですけども、ね、今はサバイバルモードを選んで。じゃあサバイバルいきましょうか。はい、唐突に、まあ、渋谷の完全に放り出されて、ね、今に放り出されましたけど、このモードはもうとにかく生き延びるっていうのが目的のモードなので、どうですか、プレイしてみて。そうですね、コンセプトが明確で、何するゲームかっていうのも非常に分かりやすいし、はい、ちゃんと、まあ、おそらく時間もかけられたんやと思いますけども、はい、まあ、ちっちゃいスパンと中くらいのスパンと長いスパンで何をすればいいのかっていうのがちゃんとゲームの中で、たくさんの説明を受けなくてもピンとくるっていう、これすごい大事なことだと思いますので。うん、なんか気になるところとかは、うちのスタッフの中でも結構ね話題になったのがこのジャンプ。ああ、はい、確かに。このジャンプモーションがね、想定外のモーションなんです。初動の動きがなしにジャンプしてるじゃん。これがね、これが何やろ、動物たちがやると、はい、なんかね、ハッピーなのよ。ここもね、いろいろ考えたんですけど、はいはい、ゆっくり本当に動物っぽく作ったんですけど、はいはい、そしたらどうしてももっさりになっちゃう。絶対なりますよ。はい、ひよことかいいんじゃないですか。ひよこ、あえてそこ行きます。遅っ。ひよこ遅っ。けどめっちゃハングリーゲージある。そうなんですよ、生き延びはしやすいんです。はい、しにくいね。ひよこ強化スーツ着ます。ひよこ強化スーツ、そんな日本語ないから。初めて聞いた。そんなこれはですね、拾ったりチャレンジをクリアすることによってプレゼントの、はい、報酬になってるんですよ。うん、これ女子高生ですよ、松本さん。無理あるわ。女子高生、ね、無理ある。厳しいですかね。でこれがひよこ強化スーツです。お、何これ。これ着るとどうなんですか。うん、着るぞみたいになった。そうなんですよ、これ着るとちょっと速くなって強くなる。え、マジで。マジですよ。パラメータも上がるのこれ。上がります。上がっちゃうんですよ。じゃあこれ左目がパラメータだよね。ちっさ、上がった性能。見え、速くなりました。着てるか。あれ、え、ちょっと上がってるんですよ。変わったかこれ。いや、ちょっと速いんですよ。ちょっと早いんですよ、松山さん、これ。ちょっと微妙すぎ。ちょっと、いや、これが、この世界では生死を分けるんですよ、この速度が。あ、めっちゃ草ありますね。あ、ほんでやん、めっちゃあるあ、やばい、やばい、犬来た、やばい、やべ、やばい、やばい、あかん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 、草食べです。え、シルキーテリアにやられましたね。三男は先に死にましたね。生きるって大変やな。そうなんすね。できました。じゃあカメラの前にお願いします。座ったままの姿勢でじゃ生存戦略。あ、まあ、特にこの座ったままの姿勢でジャンプっていうね、ある意味ね、このタイトルがなんか特色やって思ってきて、あ、それがすごいやっぱ印象に残ったのと、あとはやっぱこの作品そのもののね、まあテーマというか、それがやっぱ虎とかライオン選べばそれでいいかって言うとそうじゃないっていうね、はい、まあ、いろんなやっぱこう攻め方がそれぞれちゃうなと思って、これちょっといろいろなんかこうゲームを組み立てるっていうか作るっていう意味でも、あ、こういう作り方あるなっていうのも含めてちょっとね、勉強になった。嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ本日は松山さんにいろいろとプレイしていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャンゴ。